どうも、マキロンです。今回なんですけども、今回はね、半年ぶりに名古屋にある柳橋中央市場にやってきました。僕の動画ではね、基本一色魚村や豊橋の魚市場などを紹介してるんですが、やっぱりね、たまには違う刺激も欲しいってことで、今回はね、はるばる名古屋までやってきました。なのでね、今回も僕と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。そして僕の動画では毎週市場の様子を上げてるんですが、毎回並んでる魚の種類の値段全然違うので、お魚好きの皆様ならぜひ楽しめると思うので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も楽しみに一番早速行きましょう。いやー、やっぱりね、相変わらずちょっと緊張しますね。ちょっと皆さんお手柔らかにお願いします。まあ、まったり行きましょう。新人が入ってきても何とも思わない。そうそうそう、ね、この辺が今日売りで1キロ27,000円。すごい、24,000円。めちゃめちゃ高級だな。なるほど。
だんだん増えてきは増えてきてはいるんですか。あかん。コロナが出なダメだ。ということでね、今回も市場回ってきたんですけども、実はね、今日来てるのが平日なんですが、それにしてはかなり魚が多かった気がします。ただね、やっぱり相変わらずこんな現状なので、お客さんがかなり少なかったです。業者さんもちらほらいたんですが、それでもかなり少なかったです。やっぱりね、魚市場はお客さんあっての市場だと思ってるので、ぜひお近くの方はね、名古屋にある柳橋中央市場来てみてはいかがでしょうか。そしてね、ありがたいことに今回もね、結構お声掛けいただきました。意外とね、見た目怖そうな大将さんも話してみると結構優しいので、ぜひ皆さんもね、気軽に市場の方にお声掛けしてみてはいかがでしょうか。はい、ってことで今回も楽しい市場巡りになりました。これからも毎週市場の情報じゃんじゃん投稿していきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。これからも牧野チャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあな、しー。